大阪府羽曳野市の魅力を伝えるショート動画、羽曳野ショーツ。今回は古市駅前にあるお土産屋さん、古市たける館と古市駅前観光案内所で販売しているお土産をご紹介します。最初にご紹介するのはこちらのいちじくどら焼き。こちらはたける館限定商品で、いちじくの優しい味が特徴的です。次にご紹介するのがこちらのいちじくジャム。いちじくをたっぷり使ったこのジャムは甘さ控えめで、トーストと相性がぴったりです。同じく古市たける館で販売されているクッキー入りコーヒードリップも合わせて、優雅な朝を過ごしてみてはいかがでしょうか。最後までご覧いただきありがとうございました。